化学構成的絵画とは、ロシア構成主義という1910年代半ばに始まった芸術運動を起こした芸術家グループの流れを組む幾何学形態の非対称性絵画のことを言う。モンドリアン、赤、青、木のコンポジション、1930宇宙や大自然、また、体の小宇宙が見事に幾何学構成されている中で、現存する世界中の文化遺産も、 身体的基本構造から生まれてきたとも言われている。ギゼのピラミッド、ミロのビーナスの構成、イタリアルネッサンスのダヴィンチやミケランジェロ、ドイツのデューラーの絵画を見ても、絵画の主体に構成されている空間は、黄金比による数学的基本に対する情熱的探求だったことがわかる。それまで、絵画の主体に必要だった構成が、まさに従来の舞台裏方が、 主役に出てきたのが20世紀の幾何学構成的絵画とも言える。19世紀末まではヨーロッパのアートは写実主義的な絵画が中心だったが20世紀とともに具象絵画とは異なる非具象絵画が誕生し同じ非具象絵画でもアンフォルメルやリリックの抽象表現的絵画と違う分野が築かれた。ロシアでは1910年にダイヤのジャックテンや ロバの尻尾点灯が企画され、1915年には、マレービチの唱えるシュプレマティスムが出現する。その後、ウラジーミル・タトリン、ナウムガボ、アントワーヌ・ペブスナー等の構成主義が生まれ、アレクサンドル・ロトチェンコ、エルリシツキーを、はじめ多くの作家による、制作活動が開始される。オランダでは1917年、テオファン・ドースブルフ、モンドリアン、ジョルジュ・ファントンゲルロー、 フリードリヒ・ホルデンベルゲ・ギル・デバルト、フィルモス・フサール等によるデステールが創刊され、同時に、モンドリアンが心臓形主義を唱える。ドイツでは1919 19年にグロピウス率いる、バウハウスが開校し、カンディンスキー、ヨハネス・イッテン、モホリナジ、パウル・クレー、ヨゼフ・アルバース等の教授人たちが揃う。イタリアでは、ミライ派、フランス、スイスでは、ダダグループが発生する。 これらのグループが新しい幾何学構成絵画を宣言しながら、特にオランダ、ドイツ、フランス、スイスの作家が中心となり、大きな渦となって市民権を得る。戦艦期はヨーロッパ中心、さらにパリに集中していく時代でもあった。1917年、ロシア革命が起きた当時、人民の手による政治が起こるであろうという希望から芸術界にとっても、 非常に明るい時期であった。ウラジーミル・タトリンがパリのピカソのアトリエを訪ねたように、ロシアを含んだヨーロッパでは、作家同士の交流が盛んに行われるようになった。1920年代に入ると、絵画運動の交流はさらに盛んになり、1922年、デュッセルドルフで開催された、具体美術展、アール・コンクレテンには、 デステールやロシア構成主義のメンバーをはじめとするヨーロッパの作家たちがロシア、オランダ、ベルギー、フランスより集まり、その後、中小絵画の作家たちがパリに集中することになる。1930年、ミシェルス・フォールとホアキントレス・ガルシアによって組織された、エント、正方形展には、モンドリアン、ジャン・アルプ、カンディンスキー、ファントン・ゲルロー、ペブスナー、ナウムガボ、 ゾフィトイベルアルプト多くの幾何学構成的中小作家が参加した。その後、スフォールが体調を崩し、南仏で長期の療養が必要となった。翌1931年、エント、正方形展を受け継いだファントンゲルロー、オーギュスト・エルバン、テオファン・ドースブルフによって組織された、アブストラクション、クレアション展は、1936年まで継続され、 ヨーロッパの多くの幾何学構成絵画の作家たちがパリに結集することになり大きな流れを築くことになる。その後、アブストラクション、クレアション展の継続の形で1936年第1回サロンでレアリテ・ヌーベルが開かれたが第2次世界大戦が勃発、翌年からは閉鎖される。バウハウスも閉鎖され、グロピウス、モホリナジ、レジェ、モンドリアン、 ブルトン、シャガール等、多くの芸術家たちは、ナツスの迫害や戦火を逃れようと、ニューヨークや南米、さらに、世界各地に渡った。1937年、渡米した、モホリマジは、シカゴに、ニューバウハウスを開港する、等、アメリカに渡った多くの作家の影響で、ニューヨークの作家たちが大きな流れを築き、アメリカ現代アートに、多くの影響を及ぼしている。 戦後になり、パリにはまた多くの作家が集まった。1946年、サロンでレアリテ・ヌーベルが再開され、アルププ夫妻、ドローネ夫妻、クプカ、マックスビル、エルバン、ルピアン、ゴラン、ヌームール、ボゾリーニ、ニコラ・ショフェイ、ルック、ピエールはじめ、多くの作家が出品し、幾何学系中小芸術のサロンとして再出発した。しかし、戦中、 戦前の輝かしい良き時代のパリにいた作家たちがヨーロッパを離れたこともあり、第二次大戦前のような勢いはなく、やがて世界を駆け巡ったアンフォルメル的傾向の絵画と同居するようなサロンになっていった。それでも、パリのギャラリー、ドニーズルネでは、幾何学構成主義的画家と視覚芸術家を守ろうと、1948年には、テンダンスデュアル・オブ・ストレテン、 1955年には、ルムーブマン展。1957年には、モンドリアンの古典。1962年には、アート・オブ・ストレ・コンストラクティフ・インターナショナルの展覧会を企画し、実験的な試みとして行われていた、視覚芸術運動は、市民権を得ることになった。こうして、先駆者、モホリマジの視覚芸術は、諸平、ニノカ・ロス、ボト、 クルズ・ディ・エズ、ガルシア・ロッシシ、コントレラス等に代表される作家に受け継がれた。一方、南米では、パリからブエノスアイレスに戻ったトレス・ガルシアの影響により、新しい幾何学構成的芸術の運動、アートマジが発生し、四角のキャンバスからはみ出した、より自由な造形作品が生まれた。その後、グループマディは、アルデン・キンを中心に、パリにおいて、 より自由な新しい世代に受け継がれ、現代アートとして、パリを中心に、ハンガリー、イタリア、アルゼンチン、米国等で、ムーブメントマジインターナショナルとして活動し、現在に至っている。マレービチの作品が、アメリカのミニマルアートに、モンドリアンの作品が、カラーフィールドペインティングや、ハードエッジの作家たちに、モホリナジが、視覚芸術に影響を与えたように、 世界各地に渡った幾何学構成的芸術は、その後、各地域の歴史や文化と融合しながら、それぞれ違った形で受け継がれ、平面を中心に、レリーフや立体へと感を広げながら、建築の分野にまで息づいている。アメリカでは、バーネット・ニューマン、ケネス・ノーランド、エルズワース・ケリー、フランク・ステラ、ロバート・マンゴールド、リチャード・アヌ・シケービチ等の作品が生まれた。 ヨーロッパでは、バザルリー、ソト、クルスイコールディエス、アルデンキン、ブライス・マーデン、ロバート・マンゴールド、オーレリー・ヌ・ムール、ジャン・ルピアン、シルバノ・ボゾリーニ、ルック・ペール、ガルシア・ロッシ、フランスワー、モレレと、多くの作家が、幾何学構成絵画の影響を受けて、新たな世界を築いている。立体作家としては、アンソニー・カロ、ソルロイット、ドナルド・ジャッドたちがおり、 環境空間造形アートの作家の中には、幾何学構成的空間造形と自然との共生を求めて、イサム・ノグチ、エドアルド・チリーダ、ダニ・カラバン、パオロス・スタッチオリ、井上・タケヨシ、デュ・ボン、サトル・サトウ、マイケル・ワーレンといった作家が、世界中で制作、発表をしている。100年の歳月を経る、幾何学抽象芸術は、戦後のアンフォルメル流行下においても、 1910から1920年代のエネルギーと幾何学構成的精神を受け継いだ作家たちにより制作が続けられ、近年は再び注目を浴び始めている。ありがとうございます。